ジャイアンツ球場にお集まりのジャイアンツファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事なさようならタイムリーヒット北龍介選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずあの場面、ワンアウトランナー二塁で回ってきました。どんな気持ちでバッターボックス向かったんでしょうか。まずはその後ろにも、いいバッターが続いてたので、なんとかつなぐ気持ちで行って、まあ、ツーボールになったので、割り切って、あそこは振りに行きました。セカンドの頭上を越えて右中間深々破っていきました。感触、どんな感触だったか教えていただけますか。練習でも、ああいう打球をイメージしてやってる中で、試合で一番いい打球が飛んだんで、気持ちよかったです。今シーズンは1軍も今マジック1、このあと18時からマツダスタジアムでそのマジックがどうなのかと、優勝が決まるのかというところ、2軍で北選手は経験を積んでいますが、どんな思いで毎日過ごしていらっしゃいますか。その1軍も今、とてもいいところで、プレーしてて、僕たちも、まあ、その場で、プレーできるように、1日1日を大事にして、今を過ごしています。まだこの先はクライマックスシリーズ、日本シリーズというところ、まあ、そして来年以降の戦いというところもあると思います。今この1軍が今日優勝が決まるかもしれないという中で、今後に向けてまずは一言いただけますか。はい、いつ、1軍から呼ばれてもいいように、しかしできることを準備して、これからも過ごしていきたいと思います。そして今日はご覧のようにものすごくたくさんのジャイアンツファンの皆さん、今目の前にもいらっしゃいますけれども、このジャイアンツファンの皆さんに向けて最後力強い一言をお願いします。いつも、見に来てくださり、本当にありがとうございます。明日2軍は最終戦になりますが、しっかり勝って終われるように、やっていくので、また応援よろしくお願いします。ジャイアンツファンに囲まれて見事なサヨナラタイムリー、北龍介選手でした。おめでとうございます。